テレビ改革党にお願いいたします。長、津田委員。はい、テレビ改革党といたしまして、予算特別委員会に付託されました4議案、令和3年度一般会計予算および3特別会計予算に賛成の立場から意見を申し述べます。今日は答弁を求めない自由な意見ということで、ちょっと事業のですね、方向性に対して、要望したいんですけれども、こちら予算書186ページの男女平等推進費9023万円ですか、こちらの用途なんですけれども、5、6年前ですけれども、フランスで、ブラジャーは女性差別だと禁止しろというデモがありまして、なんでか謎に思ってました。それでですね、ナプキンは女性差別だから禁止しろというデモもあったということで、ますます謎が深まったんですけれども、ある日突然開き抜きまして、あ、この人らの言ってる男女平等って男も女も平たく等しくを目指してるんだな、分かりました。そういえば日本でもですね、男子便所女子便所をなくして、すべて共用にしてしまう区であるとかですね、松山の方では女子学生にズボンを剥がせると、いうことを、これも男も女も平たく等しくっていうことなんだな、理解しております。で、私が思う男女平等っていうのは、この方は能力があるけれども女性だから部長にはなれないとかですね、そういうのは男女平等ではない、普通考えるものですけれども、男も女も平たく等しくっていうのは、男が子供を産めるようにならなければ実現しないですよね。そういう研究してる国もあるかもしれませんけれども、そうなると単性生殖ってなりまして、アメーバとか細菌とかに退化するってことじゃないですか。ですので平たく等しくは実現しないと。ですけれども、そういうふうに平たく等しくを目指してですね、女子便所男子便所なくしちゃうというあさっての方向の努力をしているところが結構あるなと。で、豊島区としては男女平等推進費をそういう方向で使ってほしくないな、例えばですけど、その女性だからなれないとかいう障害を取り除くような方向にこの予算を使ってほしいんです。私獣医の大学行きましたけれども、入学当時その教授がですね、口滑らせまして、うちは獣医師会の圧力で男子女子半々合格させてる、口に滑らしたんですよ。で、なんでですかって聞いたらですね、その100人男の獣医師誕生させちゃうと100件動物病院できると獣医師会が困るんだと、動物病院増えちゃって競争激しく、女子50人、男子50人だったら50件で済むでしょと。で、女性が1人で動物病院開業するっていうことはあんまりなくてですね、あとは専業主婦になっちゃって獣医の仕事をしなくなる人も多いと。で、それ聞いた時は私も18、19でしたから、大人の世界は生むせえなと思ったわけなんですけれども、それはですね、一見半々に生徒を取ってますから男女平等に見えるかもしれないですけれども、公平ではないんですよね。成績のいい、本来獣医になるべき男子生徒を不合格にして、その分女子生徒を増やしてるんですから、男女平等に見えても男女不公平であると、こういう現象も起こりうるわけなんです。で、その豊島区男女平等推進費はですね、一層間違わないように男女公平推進費と名前変えるかですね、担当の職員さんに平たく等しくはダメだよ、公平にすべきなんだよ、
いうことを要望をいたします。あとですね、政府も言ってますけれども、女性が輝ける社会の実現、女性が活躍できる社会の実現というのことを政府も言ってまして、言ってますけれども、これどこがそれをやらしているか皆さんご存知でしょうか。これはですね、経団連経済同友会など含むですね、経済界がですね、自民党さんを使ってですね、やらしているんです。だから自民党さんは経済界から多額な寄付もらってますんで逆らえないですね。もちろん豊島区の自民区議団の皆さんは善人ばかりで、そんなのとは無関係なんですけれども、でそれにですね、なんでそういうことを経済界がやらせているかというと、まあサザエも船も働かせれば就職希望者増えれば労働力の供給が増えて単価下がりますよね。安く人を使える、そういう理屈で経済界が女性も輝け、女性も活躍しろ、そういうことを盛んに言ってるわけです。それにですね、財務省がそれができたらサザエと船からも税金取れる、乗っかりまして、経済界と財務省が自民党さんを操ってこういうことをやってるんですけれども、20年前かろうじてですね、寿退社であるとか花嫁修行っていう職業が認められていた時代から現在の実質賃金比べますと、イギリスがプラス 29.4%、 フランス 28.2%、 ドイツ 20.4% 増、アメリカ 18.1% 増で、軒並み増えてるところでですね、日本だけマイナス 10.5%。 つまりですね、今の若者が親の世代よりも給料下がっちゃってるんですね。でこれ経団連経済界の思惑通りになっているわけなんですけれども、経団連の現会長がですね、最近ですね、日本は OECD の中でも低賃金の国になってしまったと発言しまして、私はお前らのせいだと、腰抜かしそうになりました。経団連はもっと直接的にですね、低賃金労働が欲しいから毎年20万人外国人を輸入してくれ、5、6年前ですね、政府提言したこともあります。でこの時、それを50年続けろという提言だったものですから、私は大手町の経団連の本部に10回以上抗議凱旋かけまして、日本人の給料も下がっちゃうだろうと、治安も悪いということで、国賊経団連は許さないぞみたいな凱旋をかけたんですけれども、本来でしたらこれ労働組合さん、労働者の給料を上げるべく存在している労働組合さんがこんな提言を許されて抗議改善するべきなんですね。なんで私がやってるのかというような感じでですね、でイギリスのアンケートなんですけれども、働く女性対象のアンケートで、管理職とか責任ある立場になりたいですか、84% の女性がノーって答えたんです。ですんで、女性がですね、よっしゃバリバリやるぞ活躍するぞっていうのは少数派で、私は家庭で活躍したい、私は家庭で輝きたいというような女性の方が多いんですね。で私 の, 同年代の知り合いの女性で、電通にご就職された方なんですけれども、同年代ですから30年前ですね。30年前の電通なんていうとバリバリじゃないですか、イケイケじゃないですか。それでですね、その方がおっしゃってましたけれども、仕事バリバリこなせと、社会で活躍しろ、結婚しろ、
出産しろ、子供の教育しろ、良き母になる、家庭を守れって言われて苦しくなって自分探しの旅に出ちゃった。でそれ言われた時50歳 の未婚でしたんで、あもう何十年も自分探しの旅終わんないんだな、思いまして、でですね、豊島区のこの女性が輝ける社会実現、女性が活躍できる社会実現の事業の方向性はですね、そのそうでもない人、そんなに社会で輝きたくもない人、活躍したくない人に輝け輝け、活躍しろ活躍しろ、強要する方向では使ってほしくないな、もちろんですね、能力があって輝くぞっていう女性の障害を取り除くためにこの予算を使ってほしいんです、でないとですね、輝け輝け、活躍しろ活躍しろであんまりやりますと、豊島区の女性が皆さん自分探しの旅に出ちゃいますから、輝きたい女性の障害を取り除く方向に使ってもらいたいなと要望します。最後に政府委員長の公正な運営と区の誠意あるご答弁に感謝いたします。ありがとうございました。以上で意見開示を終わります。会計予算について採決いたします。本案について原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。はい、ありがとうございます。挙手多数と認めます。